方面行きです。次は片倉でございます。安全運転には十分注意しておりますが、やむを得ず急ブレーキをかける場合もございますのでご注意ください。次は旧道片倉でございます。
は清風台、清風台でございます。皆様、お得な1日乗車券をご利用ください。お得な500円、高校生以下の学生、65歳以上の方は250円でお求めいただけます。発売当日、小木田町循環バス全線でご利用いただけます。そうですね、あのホームページで調べてたら、あら、やっぱりそういうのあった。そうなんです。そして今 YouTube とかでいろんな動画投稿してるので、なかなかこういうのも後世に残したいなと思いまして。そうですね、あの我孫子の方抜けて、あの常磐線乗って、そうですね、しかも常磐線もとか JR 系が遅れやすいので、ちょっとこれに確実に乗りたいなと思いまして、少し20分くらい前に来まし、羽鳥駅に到着しましたね。そしたら予想通り常磐線急停車して遅れましたね。
の地観音でございます。そうですね。はいはい。あれ、あんで松の内っつうんですよ。へぇー初見ですと読めないですね。はい、取れました。誰が来ても読めないから。そうですね、どこかのクイズ番組とかに出そうな気はしますね。
寺崎でございます。
東平でございます。
ご利用ください。大人500円、高校
降りの方は近くのボタンを押してお知らせ願います。なお座席におかける方は降りの際バスが停車し扉が開いてからお立ちくださいますようお願いいたします。
Thank you.
次は東大曲でございます。お降りの方は近くのボタンを押してお知らせ願います。なお座席におかけの方はお降りの際バスが停車し扉が開いてからお立ちくださいますようお願いいたします。バスがあんだから時間上がんねえんだよ。時間が上がればございました。次は終点小美玉市役所、小美玉市役所でございます。座席におかけの方はお降りの際バスが停車し扉が開いてからお立ちくださいますようお願いいたします。お降りの際車内に忘れ物、ご乗車ありがとうございました。小美玉市役所終点でございます。